回日本ハムの一戦を実況担当川地直樹でお伝えいたします。ライオンズの先発は涌井、対するファイターズの先発はサウスポーの八木となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。さあ、注目の立ち上がり、ファイターズの攻撃。先頭バッターは森本。速球ストライク。高め、速球外れてボール。打ってから平凡な当たり。落ちました、ヒット。ファイターズ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番田中。アウトの速球ストライク。バントした、ピッチャー取った、アウト。ワンアウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー2塁に変わります。右バッターボックスはグリーン。打球が後ろ、ファウルボール。打った、引っ張った、サード取った、ファーストへ送球、一塁アウト。ここでバッターは関野。セカンドランナーちらっと見た、カーブ決まってストライク。ワンストライクノーボール。速球外れました。ワンストライクワンボールです。外角高め、速球外れてボール。インドを打った、レフトへの打球。和田落下点構えて掴みました。ランナー二塁に残塁です。1回の表が終了して0対0、ファイターズ初回0点に終わっています。トップバッターは福地。打ちました、ヒットになります。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは2番片岡。まずは1塁先制、セーフ。1塁はセーフ。高めわずかに外れた、ランナースタート。これはストライク。キャッチャー二塁送球間に合うか。二塁はセーフ。盗塁成功。ランナースタート。振った。振った。打球はセカンド後方。取りました。ワンアウトです。セーフ。二塁はセーフ。ワンアウトランナー二塁に変わります。そしてバッターボックスは中島。ネストバッターサークルにはカブレラ。ショートのコツビ。三塁セーフ。記録はフィルダースチョイス。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。そしてチャンスの場面で期待のできるカブレラ。まずは一塁先制。一塁セーフ。サードランナーちらっと見た、バックコース高め、カーブ決まってストライク。ワンナッシング。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。セーフ。もう一度一塁牽制球です。セーフ。八木、ランナーの動きを警戒しています。また牽制、セーフ。サードランナーちらっと見た、打った、大体大きいぞ。変わるようです。ヤギ、マウンドを降りまして武田、今日2人目のピッチャーとして登板です。打ちました、セカンド正面、一塁送り、一塁アウト。バッターは DH の栗山。空振り、思い切って振っていきました。打った、取った、一塁アウト。1回の裏が終わって3対0、ライオンズ先制点を挙げています。先頭バッターは5番稲葉。速球決まってストライク。引っ張った、ファウル。打球は後方へ。速球をアウトローへ。かぶった、あと抜かれた、レフト前ヒット。ファイターズ先頭バッターが出塁します。バッターは6番木本。まずは一塁牽制、一塁はセーフ。打った、ファールフライになりました。中村、余裕があります。ワンアウトです。セーフ。一塁はセーフ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナー一人置いて迎えるバッターは金子。まずは一塁牽制、セーフ。ライダー見送ってストライク。カーブ外れてボール、わずかに外。よっ、6、3、アウト。
京 4-6-3 のダブルプレー。2回表が終了して3対0ライオンズ3点リードは変わりません。先頭バッターは7番中村、直球外れました。ワンボール、チェンジアップはストライク、ボールカウントワンエンドワン、これもしかし空振り、ツーエンドワン、チェンジアップ空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番細川、打った初球打ち、ショートの頭上ライナーピーッ。さあワンアウトからのランナーが来ました。ワンアウトランナー一塁に変わります。続くバッターは高田、空振り、初球ストレート、チェンジアップはストライク、インコースへ武田追い込んでいます。低めの球ボール、ツーストライクワンボール、チェンジアップはボール高め、一塁へ牽制球を振ります。セーフ、内角ボール球打った、二塁へ、二塁アウト、ファーストへ、一塁セーフ。ここで打者一巡してバッターは1、思い切ったスイング、空振り、ワンストライクノーボールです。内角低めボール、アウトコース高め見送ってストライク、ストレートでグイグイ押してきます。打ちました、詰まった、鶴岡落下点に入った、取りました、スリーアウトです。ファーストランナー残塁、2回の裏が終わって3対0ライオンズ無得点で終了です。3点を追いかけますファイターズの攻撃、先頭バッターは8番鶴岡、ファイターズここで一つ形を作りたい。速球棒、内角低め、打ちました、内野ゴロ、速球棒、内角高め、2ストライク2ボール、三振に倒れました。ストレート打ちました、セカンド左、ファースト送り、一塁アウト、ライオンズ勝利目前。ここで打者一巡してバッターは森本、スタンドからは必死の声援が続いています。強振空振り、まっすぐ決まったストライク、さあ次の1球が最後となるか、直球打った、掴みました、試合終了。今日のハイライトシーンです。勝利という結果に終わっています。実況担当は川地直樹でグッドウェルドームからお伝えしました。